くなりました。イエーイ、イエーイ、リゾンのね、今勢いある売れっ子たちが今日集まりました。誰？よいしょ。誰？誰や？誰来てんの今日？タラダ。タイゾウです。CM 行きまーす。ディドンのね、僕のブログ見た人、はーい、ね、ここに書いてるね、ちょっとじゃあ勢いのある子たちを紹介していこうかなと思うんで、じゃあまずは一番新人で、そしてナンバー、誰やディゾンカーって書いてるんですか。ディゾンカー、お前コメントしろ、マジで見たことない人ですね。俺は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 出たい。なんで俺雑じゃない。デブの新人賞獲得した、はい、ナンバー9です。ナンバー9のユウシ、イエーイ。自己紹介を。あ、どうもユウシです。入店今3ヶ月目ですね。ナンバー入らせていただいてありがとうございます。好きなタイ、好きなタイ、好きなタイは、まあ最終的にはやっぱり正常位ですかね、やっぱり行くときはね、行くときはそこに落ち着きます。炎上してください。行ってない、それはそうです。よいしょ。そしてね、なんとね、クリスタルを入れて新人賞を取って、そして新人賞取ってクリスタル入れて、まあ余裕で100万とか超えてきてるけども、ナンバーにちょっとね、ちょっと漏れちゃった11番の人、マコ。自己紹介。依存の暴れん坊マコです。お、暴れん坊、4回中、リアルよ、リアル、僕と一緒に暴れたい人は飲みに来てください。おーい、おい、おい、あー、かわいいよ。はい、一癖、おい、誰だよ、これ一癖あります。一癖あります。あれ、ちょっと乾杯せえへんの。乾杯、乾杯しましょう、乾杯しましょう。あー、グラスが、グラスが全然揃ってないやん。はい、できるまでの間にここやっぱね、はい、え、12月からかな。そうですね、12月に入った体ですね。12月からナンバー常連やったんですね。そうですね。美和坂陣っていう、ちょっとね、売れる気配があんまわからんかったけど、全然なかったですね。もはやナンバー常連になってる陣くん。どうも。多分知ってる人もしない、知らない人もいるかも。知らない人のが多いね。そう、知らない人のが多い。100人おったら多分98人は知らない。2人知ってる。2人知ってる。2人は知ってる。2人へのメッセージ。そうですね、まあこれからもナンバー常連には絶対なっていくと。おで、日々意識してやっぱり先月の売り上げを越していくっていう。お、自分との戦い。そう、自分との。でもやっぱり、でもやっぱりマコと勇士だけには負けません。よいしょ。鳥が体操で大丈夫ですか。大丈夫。鳥は。次ね、はい、やっぱこのツイッターでね、はい、メールを発揮してるこの男。誰。結構長くてちょっと落ちた時期もあったけども、ちょっとやっぱね。V じゃない V。V。やめろ。やめろ。やめろ。ピンクじゃない。悲しくなるやん。結構。でもまだ分からへんから。まだ分かんないです。ああ、そうですね。ね、やっぱちょっと最近勢いを取り戻して、最近でもないな。もうね、いや落としてる。俺が本気で教え出してからね。
ありがとうございました。一ノ瀬アラン、イエーイ。アラン100人いたら99人は知らない一ノ瀬アランです。逆にやっぱ少なくないあざグイグイに書かれてるグイ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 バースデー打つかもしれないし打たないかもしれないけど、とりあえずシャンパンだけ下ろしに来てください。とりあえず本当に荒歌によろしくお願いします。よいしょ、はい、なんか弱気じゃない怖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 い。そして何気に生でちょっと緊張してる原田大輔。バラすなよバラすなよそう、私が曲がったこと大嫌い原田大蔵です。イエーイイエーイ。特技は特技は特技鬼、いや特技は鬼枕じゃなくて初回枕いやもうね、初回枕か、最近晒されるすぎて誰かを荒らしてくれんかなと思ってるもんね。お、荒らせ荒らせ荒らしてくれ。おー緊張しよう。もう太蔵ちょっと裸飲んだ声で代理みたいんだよ。いやそれあーいいね。もうまんままくりで、いやこれ前も言ったけど俺ちょっとあれ気に入ってんのフォローしてじゃあでもパクリやってても冬月では太蔵だけやる。いやすごいよ。でも逆に僕が脱ぐパターンもいいんじゃないですか。逆に女の子座らしといて僕が脱いでこうみたいな。太蔵太蔵枕したくないってデブだから。あでもしてくださいしてくださいしてください。太蔎でかい、太蔎大きい、太蔎大きい、太蔎大きい、痩せてからデブ枕。で女の子は長袖着とって太蔎が裸って。そう、あー待て待て誰得な。で最後ははい、まあてことでね、リドのねメンバーが揃ったということでね、まあ今すごい勢いあるメンツが揃いましたということで、やっぱここ告知あるんじゃないかなと。ああ、うん、そうですね。コメント拾ってほしい、コメントを拾ってほしい。コメント何？アランと枕しや、100回だね。アラン、え、アランと枕し、はい、アラン枕しますか？あ、しますよ、もちろん。簡単じゃないよ。スペックによるけど。え、待って、でもなんかアランさんと体操ばっかりじゃない、枕のボーダーライン、確かに枕のボーダーライン今からちょっとコメントを拾いたいですね。体操と俺どっちがやっぱイケメンかっていう、おツイッターでも言ったら、体操とアランどっちがイケメンかをちょっと終わりまでいこう。バー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 あ、でも一ノ瀬3秒ぐらい来てるから、お前意外、え、なんか今日、え、呼んだでしょ、お母さんとか。そう言うなよ、お前絶対お母さん連動するから。あんま言うなよ、お前。ほら、ほら、おー、余裕だ、ほら、おー、余裕、ついぶん休みだね。はい、これゆっくり見ていこう。じゃあ、まずはさ、じゃあ、有志がね、どんな気持ちで新人賞取って、これからどんな気持ちなのかを聞こう。いえ、じゃあ、まず有志からね。デブの無理だよね、間違いない。待て、俺地味に傷ついていく。メンタルブレイクされ続けるんじゃないこのまま。いいっすかね。いいよいいよいいよ、いってね。とりあえずまあもう社長にめちゃくちゃ気に入っていただいてるんで、もうとりあえずもうスーツでこのまま行こうかなと思ってて。社長サラリーマンいるんすよ。俺サラリーマンなんですよ。熊野新社長、体重100ポイント100×100。なんでもうこれからもとにかく、いやもうちょっと顔面じゃ勝てないんで、もういろいろ頑張っていきます。俺に勝てる？いや画面見ない。勝てるよ普通に。じゃあこれから、じゃあ3ヶ月後ナンバー何本目指してるかな。ナンバー5行きたいですね。お、5車線。ナンバー5には5車線とりあえず行きたいですね。入りたい入りたいです。よいしょよいしょ、最後でかいです。
タイゾウでかい、タイゾウでかすぎる。じゃあね、もう一人のね、拾わないかね、リクルート君だって。もう一人のね、あのちょっとね、新人賞入ったね、リゾンの問題児。それ結構中のことすけどね。じゃあ中の、どんな気持ちで入ってそこからどうしていくのかっていうやつね。やむね。泰造の話ばっかり。解析までけえからな。全部だ。マコ行ったらマコ。お前行ったらお前。ハラさんないんだ。黙らせろお前。そうっすね。コメント黙らせろ。やっぱそうっすね。目指すはナンバーワンで。おお。2,3 年のうちに1000万いきたいですね。おお。インターンした時リアルに1000万いくってどういう感じなの？新曲いいよ。そいよ。まあ、太蔵さんならさ、もっと悩みますいい。じゃあ次よりいいっすか。豊富だけ。あ、じゃあアランのね、え、ちょっと待って、その前にチンじゃない？チンさん、チンさん、チンさん先走りすぎじゃないですか。え、ちょちょ、でもやっぱジンとアランから重大な報告があるから、はい、それはちょっと先やっていこう。はい、酔っ払って忘れるから。じゃあジンからね。はい、まあ僕、来月、まあちょっとまだ曖昧な感じやけど、バースデーイベント打つんで。おぉ、バースデー、もうやめるぞとか。やめ、なんでアランさんやめんの？やめないで、コメントに負けんな。コメント負けんな、お前。アランさん言いたい？ちょっと待って、ちょっと待って、まだ。じゃあね、じゃあ来月だから、チン5以内には入る勢いで。来月っていうかあれやね、来月のバスが再来月のナンバー発表。ああ、そうや、あ、そうや、そう、再来月。まあ今月もでも結構今ちょっと調子よく伸びてきてるから。おー、調子乗っちゃって調子乗っちゃって、だから5車線に入れたらいいね。いいね。今月も来月も。来月日付はまだ、日付はまだ、え、決まってるんやったら言っちゃって。明日、明日でいいんじゃないですか。明日は今月。2days。 言っちゃっていいよ、言っちゃっていいよ。いやいやいや、言っちゃうんですよ。いや、いいでしょ。今決まるからね。あ、今です。今決まるから、本当に。順調見たら、俺らも知らない。あれ、どう、いや、チンじゃねえよ、俺。アラン、コメントあったら。でも、決まってない時点で言ったもん勝ちだから、今決めていい。あ、じゃあ3月、おお、お、いつっすか。7日。7日。スケジュールちょ、いいんすか、買いとこう。はい、いいんすか。いつか、ジンありがとう。いや、7日打つんで。そう、今ほんまに今決まった。マジ今決まった。今決まっちゃったけど。俺その日有給取ろうと思ったんですけど。あ、いいっすか。あ、取っていいと、その日取っていい、取っていい、取って、あの、休めば休むほど俺ナンバー上がれるから、上に。あー、タンデやる。タンデを持ってよ、とりあえず。じゃあ7日にラストン取ったらいいんですね。いやいや、待て待て、それは違うやん。7日にラストン取りに行く。7日にラストンね。やめて。え、俺、ほら、茶色いのでタワーするかもよ。茶色い？わー、何千万回かも。要するにイベントの日はタワーあった、タワーの主役はね、やつだけど、リアバの日はわからない。あー、そう。あの、つい昨日俺リアバやってタワーあってんけど、ヤスが抜けに来るって言ってヤス結局優しくて、あの、結構上げて10万差で俺勝たしてくれたって。お前優しいんかい。優しかったの。で、じゃあアランのね、大事な報告あるんじゃない。いいですか。見て、見て、めっちゃ見てるやん。いや、今ここにあのメモ帳にジンバースデーって、昨日までですか。決まってなかったもんね、ジンね。有給って消してるじゃん。ジンさんやっぱりその有給のくだり言うよ。言うなお前。今どうするなのよ。今俺もちょっと、じゃあやっぱニコ生を通して言っていいですか。割り物すか。自分はじゃあ勘違いした、抜いちゃったわ。ウーロン茶やって。有給大事、本当有給大事だから。トロッとだけど、20日いただいてもいいですか。20日バースデー。はい、いいよ。15日がリアルバースデーなんですけど。15日。ええって、お前ひと事すぎない。いやいや、まあ15日、もうないです。15日、あ、じゃあ20日で。20日ね。はい、ごめんなさい。いや、もう言葉で結構決まったんで、はい、20日で。7日ジン。はい。そして20日が、違う、ん、ん、20日がアラン。はい。そして14日ははい、有給シークレットイベント。うわー、おー、
別日は通ったのに、有給通ったのに、有給14日はシークレットイベント、この空いた時のどっかでシークレットイベントっていうのをやろうと思って、それは前日ぐらいに発表するよね。なんなのそれまでの楽しみっていう。バレてるみたいですね、アランさん引退シークレットイベント。バレるかき引退すんぞ。お前ら言うなよ、ライブやりこってやりとり言うなよ、お前絶対お前らやったことないよ、コメント。シークレット引退、言うなよ、引退バースだよ、おめでとう。ということでね、まあこれからね、3月イベント目白押しなんで、みんな楽しみにしてください。それではこのタイミングで CM いきまーす。いいねました。みんな、この回めっちゃ神回じゃないですか。アメトークで言ったらめっちゃ神回。ちょっと噛んでる。え、アラさん何飲んでるんですか。アラさんは何飲んでるんですか。水だよ、水じゃないですか。天然水や、当たり前。じゃあちょっと 今からベットしとこう。アランとジンのバースでどっちが勝つかっていうやつね。やりましょう。すぐ悪いこと。どっち勝つんやろな。態度、態度どう思う。まあ、まあ、ぶっちゃけ言っていいですか、興味ないっすね。何それ頑張っていい感じ、頑張っていい感じ。だから今から30分間だけ興味なかったって確かにないわ。確かにないわ。アランの性感で性感で聞くな、お前乳首な。アランとジンに泰造は余裕で勝つって話。いや、まあまあまあ当たり前じゃないですか。ああ泰造負けたら何するかっていうの。ああほんまや、ほんまや、負けたら何、負けたら何、ほんまやね、お前ふざけんな、お前負けたら何をするか。おお、うん、負けたら、負けたら負けたら、だ負けたらだからさっき言った洗剤取るよ。洗剤、あ、裸で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 服着た女とかそうやってすんじゃん。全然一人裸のだけやん。とりあえず一回お腹見せてみたら今。あ、今ですか。伝わんないやん。一旦お腹見せて。伝わるよ、普通に横から見たら。一旦負けたら裸でスクランブル交差点だ。渋谷。いや、もう違う。おー、ヘッコメンドやめろって。いや、ヘッコメンドやめろねえから、やめろよ、お前。ヘッコメンド、お前ほんとに。じゃあ来月は泰造がナンバーナンバー、まあ、10。いや、逆に。いや、ちょっと今ちっちゃい声でスッて言ったよ。それ3の数字。いやいや、もうね、まあ3かなっていう。なんとなく。ってことは、これジンとかアランが入る余裕はない。ない。あるよ。おかしいよ。いや、やっぱコメントもあるから。350人、強気でいこう。はい、強気でいこう。いや、僕はヤスさんを倒したい。ああ、まあ頑張って。はい。だからもしかしたら、いや、このコメントを見てる子がもしかしたら200万、300万使うかもしれないから。このコメントで燃えるんやったらもう大丈夫。ヤスさんはとりあえず300万を4人囲ったらお願いします。いや、そんなすごいのって書いてあるけど、いや、すごいよ、負けも負けも負けも、チームレボでナンバーワンやろ。いや、だからこのコメントをね、録画ない何なりで見てくれた子が300万、3人増やします。頑張るんだ、ほんと。違う違う、このコメントで増えんねったら俺も言う。みんな いや、ニコラも大事ってマジで。あ、でも大事かも。大事ですよね。俺も地方から上京するときにこのディゾンさんの
このニコラムシュレアラムシュレアラムシュレうるさい黙れみんなつけたいわつけたいわもう気丈よ次じゃあジンを言ってあいぎ声ウホウホ誰がラウータンやでも来月ぐらいはやっぱメインイベント打つわけやし改造を倒したいね一番やっぱ入って入ってお前一瞬いやいやまだまだ聞いてはいいいよいやはいもうほんまに同期ぐらいやしてかもう同期やからやっぱその中で一回も泰造に勝ったことないからそのバースデー月ぐらいは勝ちたい泰造倒しに行くお俺は泰造に負けたら負けたら裸で裸で俺も洗剤取るいやもう洗剤のくだりでいいんじゃないですかそしたら芝居のスクランブル交差点それは嫌やなでも負けたらアランさんに枕でいいんじゃないですか逆に俺が枕するから洗剤に裸のアランをうわー違うお前のコメントのせいお前が言ったせいで二人でスクランブル交差点行かなあかんくなったよ大丈夫だってビルからジャンプとか殺そうとしてるえ、違う ビルからジャンプマジで良くないビルからジャンプマジでとかで良くないじゃあジンどうもプレイでしたよ7かおいやめなさい本当にえ、負けたら右声は負けたらどうしようかないやだから2人でスクラブ交差点で仙台取るあ、それを俺の YG が切るそう僕でもじゃあでも2人で取りに行くってアランさん言ってますけど僕は泰造を絶対倒すからアランさん1人で行ってくださいいきますよいしょでアランが負けたらあじゃあさ泰造と陣に負けたら泰造と裸の泰造と陣をここに置いてこうやって洗剤取ればいい結構もうどっちにしろ本当しないもうどっちに転んでもデンジャラスしかない危険しかないでもやっぱニコ生ってコメント拾ってナンバーだと思うんですけど泰造の喘ぎ声だけ教えてほしいな泰造の行く時の声泰造の喘ぎ声サンサン2-1寄り切りグイ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 もないよねいやこれ泰造何湧き汗ん何臭お前脇がって書かれてる脇読めません脇がグイダワーでグイダワーでグイ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 ニコ生だろやねお前大体飲めよお前はとりあえずあれ飲んでた飲めよお前いや入ってない入ってないあいやでもやっぱ今すごい勢いだからあのねディゾン売上ゼロが一人もおらんからねすごいですよで入ってね3ヶ月とかの子たちが100万売ってくるからもうすごいよねいやほんまにすごいっすね泰造どんな気持ち帰りたいもん喘ぎ声振らされて帰りたいもん寄り切りもう一回やってもうふんなふんなもう一回いけるやんマジやいやコメンテーターがもう一回泰造の喘ぎ声聞きたいって言ったらもう一回やろういや、お前やらすぞマジで何だろう書き込むからねいやいや、お前今やるよ今やるよ今書き込むいや、今やるよ、お前じゃあ分かんない、分かんないやるよ、普通何しよ脇汗いや、ちょ、脇じゃねえひらがなでお願いしますひらがなでお願いします字が難しいかもしれない414泰造なんとか衆顔文字みたいななんか、ひらがなで打ってほしいみたいなあの、みんなちょっと漢字読めないじゃなんかあの、みんなねリスナーの方はこのコンにこれしてほしいとかこれ聞きたいとかっていうコメントあったらわきがじゃない正味今もうネタ切れやからさはいあのちょっと言っちゃうっすかネタ切れは言っちゃうっすかあーもうネタ切れ家賃いくら誰のやねんわからん家賃誰の誰の家賃ですか誰の家賃やいやそれ広尾やしゅんさんとか聞いや家賃が寮税やろ寮費は3万よリアルリアルリアルこれを聞いてリゾン入ったアランさん会長いじめないでってそうだお前いじめてないよ飛べよ第6棟からお前飛べるのお前リゾン3万の上に可愛いよねめっちゃあるよリゾン3万の上に可愛いよ味方おらんのか味方おらんのか料理3万安い方安いか普通にいやでもさ先月ぐらいかなアランになちょお前服ダサいから服さ買ってこいよっつったらちょっとねこれどこのブランドやったこれマルセロバーロンですねああ何やったか分からへんいやいやいや伊勢丹で買いました。買いました。いくらやったん？4万ぐらい。元値が5万。元値5万。元値が7万でした。元値7万。7万のトレーナーね。
売れてるんじゃない。おお、何万個くらい売れてる。マルセロ・バロセサーゼ、これ1万2000円ぐらい。1万円アーミーって感じですね。アーミー、アーミー、アーミーかもしれない。いやでもこれ見てる多分ホストの子って多いんで、ね、寮の住所知りたいの知ってどうすんねん。どうしなお前ご想像にお任せ。いや本当にマジで家賃3万マルボロサーセンって感じ。おい432万殺すんでしょ。なんかマルボロサーセン。今のとこ全員それぞれ部屋はあります。あります、本当にありますね。いやだからこれ見てる地方のホストの子って多分多いと思うんですよね。そうなんですか。俺これ見て入ったんですよ。まあ、ちなみにちょっとこれね、あのみんなに言ってないけども、ソラっていうイケメンで売れてない子がおるから育てようと思って、あの来月から1ヶ月俺ん家住ませようかなと思って。僕住ませてください。じゃあ俺も。なんでなんどんな家族ビッグダディダディダディでお願いします。ご飯だけ食べたい。ご飯だけご飯だけ食べたい。ダディご飯の時だけ来て。いやいや直輸いたぞ。直輸いたね。直輸いたぞ。海賊取らせんねん、もうこれ以上。みんなが寮かどうかは別に俺寮じゃないか知らん。その子指名するから私もそうです。その子指名え、いいっすか。え、454番使えんのお金を。それ聞く。うん、もう大卒みたいに分かるよ。大卒鍵くれ、鍵別に、逆に空売れさせたいけど、空と住むかもしれんけど、空の指名のことは住まへん。そこはまた別に。それはいろいろありますからね。いや、俺のプライムさん、その質問ひどくないって言われたの。あ、どれどれ。さっき、あの使えるって。ひどくない。やっぱさ、いやいやいや、俺らだけで嬉しいですよ。え、もう俺とかそういうことじゃないと思うんで。俺が敵になるよ。なんでよ。ないわ。なんでよ。大丈夫、なんぐらいが使えるかで額なの。俺悪いやつ。額なの。金じゃない。金じゃないの。何何何。気持ちじゃないですか。あー気持ち、はい、あ気持ちで2万円使いに行くね、ふんふんみたいなことする。2万円使えるよ、さすがに。あの最後に喘ぎ声だけいいですか。最後に喘ぎ声だけ。やっちまった。あれろ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 やっちまったな。話すな、早よ。やっちまったな。いやでもね、1万でも2万でも使ってくれる子はほんまに感謝の気持ちやと思うよ。いやそう。でも俺はバースデーイベントに来る日で1万2万の子はほんまにいらんよ。よいしょー。俺が悪いわ。いや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 、じゃあね、あのこれからも皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。